高盲城、高盲城、高盲城の一途高盲城は、古くは、サントドミンゴ城、アントニー要塞と称され台湾に来たし淡水区に、残る戸籍。1628年、当時台湾北部を拠点としていた、スペイン人により建設され、スペイン勢力撤退後は、オランダ人により1644年に再建された。1867年以降は、イギリス政府に咀嚼され、 当時のイギリス領事館が業務を開始し、それは1980年に中華民国政府に所有権が移管されるまで続いた。工盲城は台湾に現存する最古の建築であると同時に内政部により国家一級戸籍に指定されている。また、2001年の台湾重大土木史跡にも選定されている。16世紀の新航路発見以降、ヨーロッパ諸国は、 貿易による利益を求め、アジア方面に進出し、その中で台湾にも進出してきた。オランダとスペインはそれぞれ台湾に上陸し、オランダは南部、スペインは北部を中心に植民地統治を開始する。両国はその統治を強化すべく、港湾と城塞を建設。スペインは1626年に、現在のキールンは平島にサンサルバドル城を建設。 1628年には淡水にサントドミンゴ城を建設し、校舎が今日の工房城の前身となった。スペイン人は淡水を淡水化水運当地の中心とした。1632年、スペイン人は台北盆地に進出、淡水が沿岸の原住民を復従させ、淡水からキールンまでの道路を建設、水運以外の交通を整備しその勢力を 新築一帯まで拡大させた。1642年、オランダ勢力は、スペイン人がフィリピン、ルゾンでの混乱で、台湾経営に集中できない状況を利用し北部に、進出、工房場は、無欠解除し、スペイン勢力が台湾より駆逐されることとなった。台湾北部に進出したオランダ人は1644年春より、台南より、資材 人材を投入しサントドミンゴ城を改築1646年に完成しアントニー要塞と命名した。漢人はオランダ人を孔毛またはクレナイエビスと称していたことより一般に孔毛城と称されるようになり現在に至っている。現存する孔毛城の大部分はこの時建築されたものである。1662年帝政公は オランダ勢力を台湾より駆逐した。台湾北部に進出した低成功は、左武衛な二遊に、淡水防衛のための公網場の修理を命じた。1683年に、止政権が慎重に基準すると公網場は一旦放棄された。しかし新書に、台湾北部に多くの入植者が移住し、また原住民の勝負、治安維持や、 解剖の必要が生じるようになると1724年に淡水町道地王により大規模修理が行われ城壁や城門を加えた統治拠点となった。しかしその後は政策の変更もあり、工房城は全治防衛機能を失い廃墟と化していった。その工房城が再び注目されたのは1851年北京条約により淡水が開港されたことによる。 南豊か年間の英仏連合軍に敗れた新朝は、淡水をはじめとして、キールン、アビラ、ダクを開港。これに伴い各港には、各国の商社及び領事館が設置されることとなった。この時期イギリスは、ダク、アビラ、淡水に、領事館を設置した。当時台湾北部では、茶葉と小農の輸出が増大しており、これに対応すべく、イギリスは、新朝と1867年に、 公務場の永久咀嚼協定を締結。翌年には公務場内に領事館を設置し、イギリス人約10名が居住していた。1895年に日本による台湾統治が開始されると、1912年にイギリス政府は日本政府との間に再び咀嚼協定を締結した。1941年の太平洋戦争が勃発すると日本軍により、 公文場は接収される。戦後は再びイギリスに返還されたが、1972年の大英断交によりイギリス領事館は撤退。公文場はオーストラリア大使館により管理代行が行われ、その後大豪断交が行われるとアメリカ大使館が管理を行い、米大断交後はアメリカ在帯協会により管理が1980年まで続けられた。 その後外交部の交渉の結果、1980年6月30日に台湾政府に返還され、1984年から一般開放され現在に至っている。公務僧は国家一級戸籍に指定され内政部により、公務僧とイギリス領事部に区分、管理されている。公務僧は当初軍事上の要求により建設されたものであり、 外城壁の厚みは1.9メートルにも及ぶ。敷地内の古式大砲は、イギリス人が装飾のために持ち込んだものである。領事館エリアは1891年に、典型的な2階建てのイギリス植民地様式で建築されたものである。その建築資材は、ほとんどが台湾内で調達され、外壁には、清水高線、屋根には、敏南紅瓦が使用されている。 ただし1階の屋内には、ジャワ島の建材が一部使用されている。ありがとうございます。